三名城は上野国田古郡にあった戦国時代の日本の城である。別称として前城、寺尾下城とも言われる。唐津川とカブ川に挟まれた片岡丘陵の東南端付近に位置する山城である。東西に続く尾根の一部を堀切りで城郭化しており、南北130メートル、東西450メートルに広がる。また西側の尾根続きで、 城から北東700メートルには猫屋城が存在する。追記は、大永2年で、当時飲料王の寄っていた寺尾城の東南城類として築かれた。別名の寺尾下城は、この寺尾中佑や寺尾上城との対比に由来する。その後、武田信玄が北西に猫屋城を築城したことでその市場として使用された。もう一つの別名の前城は、 猫屋城の前にあることに由来する。この地域は山梨の由来たる田子郡三名郷に否定されており、この城も山梨義則が築いて山梨の代々の居城であったとする伝承もあるが、確証がなく詳細不明である。城郭構造は天正時代の威嚇式の様相を残し、戦国時代に改修されたことを示している。戦国時代を通じて東の厳し間にいた 土豪岐部氏がよる、妖怪城であった。木部氏は、武田氏、滝川氏、後法城氏と主家を変えて存続していたが、天正18年に、豊臣秀吉が法上氏名を攻撃した際法城側に着いたため、滅亡し、三名城の消息は不明となった。これ以後に廃城となったとされる。本丸は、公園として整備されている。また南側の中原には、 山の上古墳と山の上皮が存在する。ありがとうございます。